木の回転は、二分探索技の操作の一種で、要素の順序を崩さずに構造を変更するものである。木の回転は、木の中の一つの濃度を上にし、別の濃度を下にする。木の形状を変化させるのに使い、特に大きい部分器を持ち上げて小さい部分器を下げる、ことで全体の木の高さを低くするのに使う。それによって、各種操作の性能を向上させる。なお、 回転の方向によって、右回転、左回転というが、どちらが右で、どちらが左なのかは、必ずしも決まっていない。図示した時に、濃度がずれる方向を回転の方向とする場合も、あれば、どちら側の小濃度が根濃度になるかを回転の方向とする場合もある。本校では濃度がずれる方向を回転の方向とする。上の図にある右回転操作は、 根濃度が球の気構造に対して行う。すると、気構造が時計回りの方向に回転することになる。対照的操作は、左回転であり、半時計回りに気構造を回転させる。戦術した通り2分探索技を対象としているので、濃度にある要素は、アルファベット文字ではなく、変数を表していると解釈されたい。木を回転させるとき、回転方向の部分器は高さが増え、 反対方向の部分機は高さが減る。これを利用して木の平行を取ることができる。回転させる木の根濃度をルートとし、新たな根濃度となる濃度をピボットとする。角濃度の回転する方向のコノードを指しているフィールドを RS。反対方向のコノードを指しているフィールドを OS とする。例えば、上の図の根濃度 Q の RS は C、OS は P である。 回転の疑似コードは次のようになる。ピボットイコールルート OS。ルート OS イコールピボット RS。ピボット RS イコールルート。ルートイコールピボット。したがって、木の回転は定数時間の処理である。回転させたのが部分木なら、その親ノ濃度が新たな音ノ濃度を指すようにしなければならない。木の回転において、 2分この魔順の操作は不変である。つまり、木の回転によって、木のどの部分についても要素の順序に影響を与えない。上の木の場合、魔順の操作は次のようになる。左の木、Q、C 右の木。一方からもう一方を計算するのは非常に簡単である。以下に、Python で書いたその計算を行うコードを示す。Def ライトローテーション、Q、 C イコールトリーノード。リターン A、P。ノード P が根ードの時の左回転は次の通り。Q が P の右のコノードだとする。Q が新たな根ードになる。Q の左のコノードを P の右のコノードとする。P を Q の左のコノードとする。ノード Q が根ードの時の右回転は次の通り。P が Q の左のコノードだとする。P が新たな根ードになる。 p の右の小ノードを q の左の小ノードとする。q を p の右の小ノードとする。他のノードのつながりはすべてそのままで良い。二重回転という操作も、右と左が存在する。二重左回転を x というノードで行う場合、まず x の右のノードをネットする。部分機について右回転を行い、ついで x について左回転を行う。同様に二重右回転は、 X の左ののノードをネットする部分機について左回転を行い、ついで X について右回転を行う。機の回転は、エイビルギ、石刻ギ、スプレー木、トリープといった様々な機構造のデータ構造で使われている。これは局所的な変形であるため、定数時間しか用意しない。すなわち、回転の最中に触るのは5個の濃度だけで、機構造の他の部分は、 無関係である。エイビルギで回転によって、どのように平行を保つかを表した、月の回転によって、平行を取ることができる。そのような平行を取る技法を採用している木として、エイビルギがある。回転によって平行が取れるのは、回転後に回転方向の部分機の高さが1大きくなり、反対方向の部分機の高さが1小さくなるためで、ある。これにより、 全体が平行となるよう高さを調整できる。同じ濃度数の2つの2分機があるとき、回転距離とは、一方からもう一方へと変形するのにかかる回転の回数である。この距離に着目すると、N 濃度の2分機の集合は一種の距離空間を形成する。この距離は対照的で常に正であり、三角不等式が成り立つ。 回転距離を求める多項式時間のアルゴリズムが存在するかどうかは分かっていない。しかし、ダニエル・スレーター、ロバート・タージャン、ウィリアム・サーストンの3人は、任意の2つの N ノードの木の回転距離が最大で2、N マイナス6であり、この距離の木の組み合わせが無数に存在することを示した。ありがとうございます。